はい、皆さんおはようございます。今私がいる場所はですね、正面見えてますけども、三河インターですね。三河インターの入り口の交差点のとこですね、まあ、角にあのコンビニがあるんですけども、そのコンビニのところに、今私はいます。で、今回もですね、またちょっと水を汲みに行こうかなと思ってるんですけども、今回行く場所はですね、この三河インターからもうほんとすぐの場所にある、蓮池の水だったかな。まあ詳しくはまた行ってからにしようと思いますけども、まあここからもう本当に車で数分の場所にあるみたいなんで、ちょっとねそちらにちょっと組みに行こうかなと思ってます。じゃあちょっと早速もう行こうかなと思います。三河インターから降りて小松方面ですねに向かっていく形ですね。ここになんか一休丼っていううどん屋さんがあるんですけど、そこに気になってるんですけど、ちょっとまだ行ったことないんですけどね。今回行く場所はちょっと近くに止められる場所がなさそうなんで、ここですね。はい、ちょっと三河インターの方からちょっと走ってくると、このアプリコットパークっていうあの看板があって、こっち入ってくとあのなんか公園になってるんですけど、ちょっとね水汲み場があるのがちょっと向こうらしいんですけど、向こうにはちょっと止める場所がなさそうなんで、ここのね入り口の駐車場ちょっと借りて、ここに止めて歩いていこうかなと思います。まあ、この公園の中もちょっと帰り際ね、せっかくなんで見ていこうかなと思うんですけど、このここの住宅地のなんか中にあるみたいなんで、あんまり、まあ、短時間ならいいんでしょうけど、あんまりこうなんか路肩にバーンって止めちゃうのもどうかなと思って、とりあえずちょっと歩いていこうかなと思うんですけど、どっちかな、こっちのような気がするんだけどな。あった、ここですね、すぐですね。弘法大師の治水っていうのかな。こっちはお寺さんなんですかね。もうなんかちょっと草にかかれてますけど、白山三河伏流水群蓮池の水、平成の名水百選ですね。あの伏流水群って言ってるぐらいなんで、
こういう組む場所が、ここ以外にもちょっと近場で全部で6箇所ぐらいあるんですかね。ちょっと調べたら載ってたんですけど、まあ、そのうちの1箇所ですね。に、今やってきたってことですね。すぐ近くですね。水も切る。じゃあ今回もちょっとこのペットボトルで踏んで帰ろうかなと思います。まあ、道もまあ車2台、まあ、1台ずつすれ違いはできますけどね、まあ、短時間だけ止めてさっと水汲んで帰るっていう程度なら、まあ、この辺止めててもいいかもしれないですね。まあ、ただちょっと民家もちょっと近くにあるんで、まあ、あまりうるさくしない方がいいですね。さあ、そしたら今度はこのアプリコットパークっていう公園の中に入っていこうかなと思います。公園の中にも駐車場あるみたいなんで、そこでね止めてちょっと散策しようかなと思います。ほんとすぐ北陸自動車道のすぐそばですね。はい、車止めて降りてきました。もうすぐそこ北陸自動車道ですね。駐車場がこっちと、あとそこも駐車場みたいですけどね。トイレか。結構広い公園ですね。誰もいないですけど。調べた前情報通りですね。結構人が少ないっていう話だったんですけど。これは何だろうな。一応水場になってんのか。なんか噴水があるっていうのを、一応ここの公式サイト的なやつで見たんですけど、あ、ここもトイレか。本来ここは多分水流れてるんでしょうね。今もカラカラで何もないですけどね。あ、この先が本来噴水なんですね。これ今水止めてるんでしょうね、これね。もう誰もいないですからね。なんかジャバジャバ言ってますけど。まあ、多分本来噴水なんでしょうね。これはなんかの排水で流れてんだろうな。あ、本当人いないですね。せっかくの公園なのにもったいないですね。なんか隅っこの方でもね、なんかキャンプ場とかにしてしまえばなんか有効活用できそうですけどね。なんかもったいないですね、これ。誰もいないですからね。一応土曜日の昼間なんですけど、今日本当誰もいねえな。
こんな感じですね、ここは。まあでもちょっとした、なんだろう、運動しにここに来るっていうのはありかもしれないですね。まあなかなかここまでの広い公園っていうのもありそうでないですからね。まあ石川県内であればまあちょこちょこ山の方行けば結構あったりしますけど、こっちはもう山っていうよりかむしろ海の方ですからね。もうあの、その高速の向こうはもう海なんで。はい、一応ね、今回蓮池の水を汲みつつ、ちょっと近場のあの公園に来てみました。なんかね、あのさっきの蓮池の水はなんかしばらく水が出てないあの期間があったらしく、なんか久しぶりにあの水が結構湧き出てきたっていうので、新聞っていうかニュース記事になってたぐらいなんで、まあ、あの組もうと思って来れなかったにとっても、まあ、今回あの蓮池の水は今ちょうど汲めるタイミングなんでいいかもしれないですね。そして暑いわ、今日も30度超えです。暑いということで、今回の動画はこんな感じで終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。